はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、飲みながらぶっちゃけ話を聞いてみよう。マスオ TV ということでですね、ちょっと画面外になってしまうんですけど、今日僕のね、兄が来ております。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。ということでですね、この兄はですね、元自衛隊のレンジャーの教官の兄でございます。結構ね、そのね、自衛隊関連のね、動画を出して、あの、皆さんからね、たくさんのコメントいただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもあれだよ、今さ、レンジャーの教官って言ってたけどさ、レンジャーの教官ってあれメインの仕事じゃないんだよ。普通に仕事をしてて、その何ヶ月間だけレンジャーの教官をやってくださいっていう臨時勤務みたいな感じということなんですけど、正直ね、今日ね、兄ちゃん元自衛隊じゃん、辞めた理由は何だったんだっていうのをぶっちゃけで聞こうかと思ったんですけど、 その前にもともと全然違う仕事をしてたんだよねっていう、自衛隊でレンジャー教官ってその期間だけだよって言ってたけど、じゃあその以外の時間は兄ちゃん自衛隊として何をやってたのっていうのを、そういえば聞いたことないなと思って、むしろそれを聞かせてもらえる？あー、それ以外の、そう、自衛隊で兄ちゃんは一応なんか1位ってやつだよね、位としては1位ってやつ。何歳ぐらいの時1位になったら？何歳の？ 28 ぐらいの、多分結構いい方だよねこれ、多分ね、28か9の時に1位だったらしくて、っていうことなんですけど、普段何をやってたのっていう、何やってたの自衛隊で。普段は訓練をしてました、うん、訓練をしてました。訓練の計画を立ててました。あー、え、それは訓練の計画を立ててましたってことだけど、まず兄ちゃんのその自衛隊としてのその時の何か何々何々っていうのをちょっと簡単に言うと、どういう感じなの？普通か、普通か、連隊、連隊、連隊本部、連隊本部の〇〇。全然わからないっすね。現役の人にはわかる。わかんない、現役の人にはわかるんだ。へえ、これは連隊の本部なんだよ。じゃあ普通かっていうこと？そう、普通か。じゃあ本部だったの？いや、幹部の人以外もいるけど、本部。あ、本部だったみたいなんですけど、じゃあそこで、じゃあ計画を立ててたっていうことなんだ。じゃあメインの仕事はどっちかって言ったら、そういう計画を立てるとか、そういう系が多かったの？そうそうそう、そういう系ばっかり。へえ、それは誰の、どういう計画を立てるもんなの？その言える範囲で。あー、なるほど。まずね、連隊っていうのところから説明しよう。おうおうおう。普通科連隊っていうのは、その中に元の人数の少ない普通科中隊っていうのが、普通科中隊が何個かあって、うん、それが集まって連隊になる。はあ。だから中隊には中隊の本部があるし、連隊には連隊の本部がある。じゃあ簡単に言うと、部長がいて、課長がいて、係長がいるっていう、そういうこと？それ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 。の規模がでかいバージョン。あー、で、兄ちゃんはじゃあ部長みたいな感じだったの？まあそういう感じで、係長たちのそういう訓練を作ってたみたいな、そういう感じ？そうっす。へえ、じゃあメインとしてはさ、そういうのやるんだ。へえ、それ以外はどういうことすんの？まあ例えばさ、今訓練の計画立てるけど、うん、その訓練自分も参加するから。だそうです。あと自衛隊は競技会っていうのが好きなんだよ。何競技会って？競技会でゲーム、お互いに競い合う、うん、例えば武装装って言って、うん、自衛隊の服でブーツとか履いたり、ヘルメットかぶって銃持ったりして、障害を超えたり、怪我人出たら運ぶやつをみんなで運んだり、いろいろそういうのを。運動会だ。運動会だ。運動会じゃないけど、そういうのをお互い競い合う。あー、じゃあどこの地区のどの分隊の人たちが運動会で1位になれるかっていうのをやってるんだ。そうそうそう、1位になりたいんだよ。はあ、じゃあ兄ちゃんやってる仕事を、計画立てるのと運動会してるっていう、そういうこと？うん。うーんって。メインは本当の訓練だから。ああ、そっかそっか。それはだから山の、みんな、ね、自衛隊の人は山に行くっていう言葉を使う。うん。山に行くっていうのは、自衛隊の演習場に行って訓練をすることに山を行く。山に行く。ああ、そういうこと。訓練はじゃあ銃使ったりとか？そうそう。だから射撃訓練とか。射撃訓練とか、こう潜む訓練とか。まあそういう人たちもいる。機材の訓練とか。そういうのもある。あと毎日訓練してるわけよ。何のための訓練してるの？それは
お国を守るためでしょ。国を守るためなんだけどさ、なんか分かんなすぎて分かんないですよね、訓練ってね。あ、でもまあ多分こっからは言えない内容になってくると思うんだよ。多分守秘義務みたいなのがあるから、自衛隊辞めても秘密を守る義務は継続されますから、ね、継続されるらしいので、だからそういうことをしていたと。じゃあ今結構さ、日本でさ災害があったりするけど、そういう時に駆り出されて行くこともあるの？東北も行ったけどね。あ、東北も。でもそもそも災害派遣のための訓練っていうのはない。あ、そうなんだ。ちょっとはあるかもしれないけど、もちろん災害派遣をイメージして訓練というかあるけど、基本的には普段お国を守るために出る訓練が災害派遣の時に役に立つだけ。あー、そういうイメージなんだ。そうそう、こう言われる自己完結型。自己完結型。お風呂も自分でできる。あ、洗濯も自分でできる。言ってたから国だからか。前回言ってたんですけど、兄ちゃんは自衛隊は一つの国だからっていうね、言葉を言ってたんですけど、国だから自分たちで全部できちゃうから、その自分たちでできちゃうことを自分たちでできなくなった災害現場とかに行って、それを分け与えるような、そういうイメージってことかな。被災されてしまった方々のために、うん、まあ、できることだよね。まあ、それは多分自衛隊にしかできない。他のボランティアはもちろん、瓦礫を撤去したりとか、ボランティアの方たちがいないとね、うん、自衛隊はさ、まあ、ある意味仕事でやってるけどさ、うん、ボランティアできる人たちってさ素晴らしいよね。すごいよね。ほんと素晴らしい。いや、すごいよね。すごい。いや、ほんとに思う、うん、ということです。そうだから、そういう訓練をしてるんです。そういう訓練。訓練か仕事。訓練が仕事。それが役立ってしまうことがないのが一番いいかもしれないけど、うん、そういう訓練をしているようです。まあ兄ちゃんの場合はそういう仕事だったかもしれないですけど、その課によってとか、あとその地位によってとか、多分全然仕事内容が違うんでしょうけど、違うね、そういうことみたいです。ちなみに幹部になる前はなんかヘリコプターのなんか整備ね、整備を仕事としてやってるとかいうことももあったしね。はい、全然職種自体違うからね。だから職種によって全然違うみたいですということでした。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、これ聞いてもね、僕も半分ポカーンとまだしてますけど、まあこういう仕事をしていたようです。ということでね、まあ兄ちゃんがどんな仕事をしていたのかっていうのを分かっていただけたんじゃないでしょうか、うん、多分ふーんって感じだと思うんですけど、まあね、次回の動画でですね、そんな兄ちゃんなんですが、え、でも元ってことはもう今は自衛隊じゃないんだよねっていうところですよ。なぜ割と使命感しっかりありながらやっていた自衛隊を辞めてしまったのかということをですね、まあ、動画でこうちょっとぶっちゃけ聞いていこうかなと思いますので、ぜひね、また次回も見ていただけたらなと思います。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオとアインでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。